穂堺不墨作三つのあざ。一。法医学者 B 氏は語る。私のこの左の頬にあるあざの由来を話せというのですか。お話しいたしましょう。いかにもあなたの推定された通り、生まれつきにできたあざではなくて、 て的にいわば人工的に作られたものですこれはある男の暴力によって作られたものですが皮下出血のためにこの通り黒みがかったものとなりましたもう3年になりますけれど少しもうすらいでいきません何コウモリの形に似ていますって 私の名は安ではありませんよ。原野棚の正宅に比べると、地とこの法医学教室は殺風景すぎます。余談はさておき、このあざの由来を物語るには、どういう動機で私が法医学を専攻するようになったかということからお話ししなければなりません。しかし、 その動機をお話しするとなると、自然、私の弱点をもお話ししなければなりませんが、一旦お話しすると申し上げた以上、思い切って言うことにします。一口に言えば、私が法医学を選んだのは、私のサジズム的な心を満足せしめるためだったのです。おや そんなに目を丸くしないでもよろしい。別にあなたを切りも張りもいたしませんからご安心なさい。サジズムは程度の差こそあれ、誰にでもあるものです。自分で言うのは当てにならぬかもしれませんが、私のは常人よりも少し強いくらいのものでした。 しかもこのあざをこしらえてからは、不思議にも私のサジズムは薄らいでいきました。それはとにかく私は小さい自分から他の子供と比較して幾分か残忍性が強かったように思います。他人が肉体的精神的に苦しむ姿を見て気の毒に思うよりも、 むしろ愉快に思ったことは確かです。しかし、それかといって、自分で直接他人に苦痛を与えることは、あまり好まなかったのです。家代々農業に従事しておりましたが、中学校を卒業したとき、私は、なんということなく、医者になってみたかったので、 その頃の第三部の試験を受けて合格しました。それから高等学校を無事に卒業し、大学へ入るに至って、初めて医学を治めることに多大の満足を感じました。すなわち、解剖学実習室で死体を解剖するようになってから、言うに言えぬ愉快を覚え始めたのです。 鋭いメスの先で一本一本神経を掘り出していく時の食感内臓に糖を入れる時の手応えに私は酔うほどの閲楽を催し後には解剖学実習室が私にとってパラダイスとなりました多くの学生は解剖実習を嫌いますそれは 死体を扱うことに不快を覚えるというよりも、むしろ面倒くさいためでありますけれど、私はできることなら、一年中ぶっ通しでもよいから、実習室に入っていたいと思いました。かれこれするうちに、私は死体というものに、一種の強い愛着の念を覚えるに至りました。 老若男女を問わず死体でさえあればそれに接するのが楽しくなったのです。妙な話ですが、例えば美しい女を見るとします。すると私はその女の生きた肉体に触れることよりもその女を死体としてその冷たい皮膚に触れたならばどんなに楽しいかと思いました。 さらに、その死体の冷たい皮膚にメスを当てたならば、なお一層嬉しいだろうと想像したものです。と言って、別にその女を殺そうというような気には決してならなかったのです。それのみか、人を殺した人間に対しては、計り知れぬ憎悪の念を抱きました。そうして、さような人間をば、 あくまで苦しめてやりたいという衝動に駆られました。これがすなわち私をして法医学を志しめるに至った重大な動機なのです。すなわち法医学では死体を取り扱うことができると同時に鑑定によって犯人の逮捕を助けることができ従って 犯人を精神的に苦しめることができるからであります。いや、全く変な動機もあればあるもので、現今の法医学者中、私と同じような動機で法医学を志した者は、私以外には一人もないだろうと思っております。サジズムを持った人間は、通常血を見ることを非常に好むと言われておりますが、 私は特に血を見ることを好むというほどではありませんでした。もっとも、ここで言う血なるものは、生きた身体、すなわち、温かい身体から流れ出る血を言うのでありますが、死体から出る血に対しては、どちらかというと、快感を覚えました。しかし、その色を見て愉快に思うというよりも、むしろ、 ネバネバした食感に心を惹かれるのでした。最も血液に触れた時よりも、組織にメスを切り込む方が、はるかに愉快でして、そのため、私の死体解剖は、どちらかというと、丁寧すぎるほど丁寧なものでした。したがって、一面から言えば、法医学的鑑定には、 比較的成功したと言ってよろしく、私の鑑定のみで犯人が逮捕されるに至ったという例は、決して少なくはありませんでした。二。ところが、ご承知の通り、たとえどんなに完全に殺人死体の法医学的鑑定が行われ、なおまた極めて有力な犯人容疑者が逮捕されても、 いわゆる直接証拠のない場合には、その容疑者が自白しない限り、彼を罰することができないのであります。死体解剖を行うとき、私は勤めて巨神兵器になろうと心がけましたが、メスを当てるときの快感を払いのけることができぬと等しく、この死体を作った人間、すなわちその殺人犯人を、何とかして、 一刻も早く関係の手に逮捕させたいという欲望を打ち消すことができませんでした。ことに有力な容疑者が挙げられた時は、一刻も早く彼を白状せしめたいものだと人知れず、焦燥の念に駆られるのでした。こういう経験をたびたびした結果、私は直接証拠の出ない場合に、何とかして、 いわば法医学的に犯人の自白を促す方法はないものかとしきりに考えるようになりました。千年ぶっこしたニューヨーク警察の名探偵バーンスは、かような場合、犯人の急所をつくような尋問をして、いわば一種の精神的拷問を行い、巧みに犯人を自白せしめる方法を工夫し、いわゆる サードデグリーと称して、今でもアメリカの警察では、しきりに行われておりますが、サジズムを持った私は、このサードデグリーにすこぶる興味を持ち、法医学の立場から、これと同じような方法を工夫し、犯人に苦痛と恐怖とを与えて、自白せしめるようにしたいものだといろいろ考えてみたのであります。 現今の犯罪学者は口を揃えて拷問ということを排斥しております。たとえそれが精神的拷問であっても、やはり絶対に咲くべきものであると論じております。もっとも拷問ということは、無垢のものを有罪とし、有罪のものを無垢にするからいけないというのが主要な論拠でありまして、従って、 グロースやミュンスターベルヒの考案した心理試験をも拷問と同じだからいけないと批評しておりますが、もし容疑者が真犯人であったならば、大いに精神的苦痛を与えてやらねばならぬと私は考えたのであります。つまり、真犯人が容疑者となっておる場合には、精神的拷問は各べからざるものだと思いました。 しかし、真犯人が果たして容疑者となっているか否かということは、もとより誰にもわかりません。そこで私は、容疑者が真犯人である場合にのみ、精神的拷問となり、真犯人でない場合には、同じ方法を講じても、少しも精神的拷問にはならぬという手段を発見しなくてはならぬと思いました。 ところが、熟考の結果、この問題は、比較的容易に解決されることを知ったのであります。第一に私は、殺された死体を、法医学教室で、直接容疑者に見せて、その時に、その容疑者に起こる生理的変化を観察してはどうだろうかと考えました。ご承知の通り、人を殺した者は、 そのの死体を非常に見たがるものですしかも死体を見ると一種の恐怖と不安等を覚えますから当然心臓の拍動数や呼吸の数が増加するはずです。でそれらのものを測定器によって計測したならばある程度まで犯人か否かを発見することができるばかりでなくじっと死体を見つめていると 今にもその死体が息を吹き返して、ちょうどポーの小説に書かれてあるように、貴様が犯人だと叫びはしないかという恐怖に襲われますから、時にはそれがために、その場で自白をするに違いありません。これに反して、容疑者が真犯人でなかったならば、たとえ死体を見て、 一瞬間心臓の鼓動が激しくなっても決して恐怖心を起こしませんからミュンスター・ベルヒの心理試験とは違って婿のものを有罪にする憂いは決してないはずでありますミュンスター・ベルヒの方法は強行に関係した言葉を容疑者に聞かしめてその反応を見るのですが数々の言葉の中には 真犯人でない人を興奮させるものもありましょうから、誤病に陥りやすい道理です。そこで私は、司法当局の人々と相談して、有力な容疑者を捕らえて、しかも、直接証拠の上がらぬ場合には、法医学教室へ連れてきて、死体を見せ、呼吸系、脈拍系を持って、 生理的の反応を調べることにいたたししましたすると果たしてこの方法はある程度まで成功しましたことに有力な容疑者が2人ある場合には明らかに真犯人を区別することができましたけれど反応が明らかに現れただけではそれをもって直接証拠とすることができず やはり自白を待たねば罪を決定することができません。ところが私の良きに反して死体を見せただけで自白した真犯人は一人もありませんでした。さらにまた、すこぶるもの足らなかったのは真犯人でありながら死体を見ても心臓運動や呼吸運動に 少しの変化も現れぬもののあったことです。要するに死体を見せるという方法は私の望んでいる効果を上げることができなかったわけです。三。そこで私は第二の方法として容疑者を法医学教室へ連れてきてその目の前で死体解剖を行って見せたならば おそらく初期の結果を得るだろうと考えました。どうせ人を殺すほどの人間ですから、解剖を見たぐらいビクともすまいと考えられるのが普通ですけれど、人を殺す場合には、多くは精神が異常に興奮して、いわば夢中になりやすく、強慌の後、一旦平静に帰ったときは、 たとえ計り知れぬ憎悪のために殺したのであるとしても、眼前で被害者の内臓をさらけ出されては、恐怖のために自白するに違いないと考えたのであります。果たしてこの方法によって、二三の容疑者を白状させることができました。六十歳になる氷菓子を殺した三十二歳の大工は、 氷菓子の頭蓋骨がのこぎりで引き割られるとき、私の手にすがって、どうかやめてください。私が殺しました。と白状しました。また、上婦を殺した人形製作所の職工は、雪のように白い女の腹部が縦一文字に切り開かれたとき、やはり私の手に捕まって、もうたくさんです。 私が殺しましまた。早くあちらへ連れて行ってください」と声震わせて叫びましたところが頑固な犯人たちはどんな残酷な解剖のありさまを見せつけられてもびくともせず中には気味の悪い笑みを漏らしてさもさも被害者の解剖されるのを喜ぶかのような表情をする者さえありました そういう人間に接すると、私は少なからず焦燥を感じて、何とかして苦しめてやる方法はないものかと、むやみに死体に塔を入れたのでありました。しかし、白状しないものは、どうにもいた仕方がありません。この上はただ、もっと有効な方法を工夫するより他はないと思いました。 熟考の結果、私はついに第三の方法を暗出することができました。それは何であるかと申しますと、犯人の目の前で死体を解剖し、その象徴を切り出して、それを伝導させることなのです。ご承知かもしれませんが、人間の心臓や腸は、 その人の死んだ後でも、これを適当な条件のもとに置くときは、生前と同じように、その特有な運動を始めるものです。心臓については、実に死後二十時間後に置いても、それを切り出して、動き出させることができたという記録があります。腸についてのレコードを私は存じませんでしたが、 少なくとも心臓と同じぐらいのレコードは作りうると考えました。はじめ私は心臓を切り出して、これを犯人の目の前で動かせてみせようかとも考えましたが、心臓を生き返らせる装置は腸のそれに比してはるかに複雑ですから、私の目的を達するには不便だと思って腸を選ぶことにしました。 ことに長官は一見ヘビのように見え、その運動もヘビが緩やかに動くように見えますから、犯人にとってはかなりに強い恐怖を与え、自白せしめることができるだろうと予想しました。まず私は実験によって死後何時間までぐらいの腸を生き返らせることができるかを定めようとしました。すると、 多数の実験の結果、やはり死後20時間までの腸ならば、例外なく動き出させることができるという確信を得ました。通常切り出した腸について、生理学実験を行うときには、切り出すべき腸管の長さは5寸ぐらいでありますが、私のは目的が目的ですから、少なくとも、 一尺五寸ぐらいを切り出すことに決めました。生理学実験の際には、直径七八寸、高さ一尺ぐらいの一端に底のある円形のガラスの容器の中に、さらに腸の入るくらいのガラスの容器を装置し、その中に、大ード脂液と称する透明の液を入れ、腸管の両端を糸で縛って、液中に縦に浮遊せしめて、 下端を器の底に固定し、上端を糸で吊り上げ、糸の先にてこをつけ、腸の運動をてこに伝わらしめて、これを曲線にかかしめるのですが、私の方法はそれと違って、大きい方のガラス機に直接タイロード脂液を入れ、切り出した腸管の両端を糸で縛り、上端だけを糸で吊り上げて、 容器の中に浮そうして、タイロード脂液を37度内外に保つために、下から分前ガス灯によって温め、なお酸素を通ずるために、ガラス管を液の中に入れました。生理学の実験では、切り出した腸管全部を液の中に浸しますが、私は糸で吊り上げた一端を、 三四寸空気の中に出し、持って蝶の運動の印象を深からしめようとしました。仮に蝶をうなぎに例えるならば、頭を糸で釣って胸まで空中に出し、それ以下を液の中へ沈めるのです。最も切り出した蝶は、うなぎの色とは違って、全体が薄白く、それがミミズのように、 しかも極めてゆるく動くのですから、慣れない者の目には、かなりに気味の悪い印象を与えます。しかも死んだ人の蝶が、いわば生き返るのですから、殺人犯人によっては、殺された本人が生き返ると同じようなショックを与えるであろうと、私は思いました。すると果たして、 私はこの方法によって、かなりに頑固な犯人を、数人白状せしめることができました。恋の遺恨で、芳梅を殺した電気会社の職工は、死体が解剖される間は、ニヤニヤ笑って見ていましたが、やがて私が蝶を取り出して、霊の装置に結びつけますと、急にその笑いを失い、 目を大きく開いて、蛇のような臓器を見つめましたが、しばらく過ぎて、蝶がピクリピクリと動きかけると、彼は額の上に汗の玉を並べ始めました。と、その時長官が、急にくるりと液の中で一回転したのです。うふ、うふ。笑いとも恐怖とも、 何とも判断のつきかねる声を発したかと思うと、みるみるうちに彼は顔色を土のようにしてその場にうずくまってしまいました。それから彼は長い間言葉を発することができませんでしたが、言葉を発するや否やその罪状を逐一白状してしまいました。ある時はまた、 次のような異常な場面もありました。それは、ある金持ちの老婆の家に強盗に入って、老婆を惨殺した四十五六の目のくぼんだ貫骨の著しく出っ張った男でしたが、解剖の行われる間、彼はマスクのような顔をして、呼吸一つさえ変えずに、柱のように突っ立っておりました。 私は心の中で、そんなに何食わぬ顔をしていたとてだめだよ。今にびっくりさせられるから覚悟をするがよい、とつぶやきながら、例のごとく蝶を切り出して、ガラス器に取り付けました。と、その時、今まで無表情であったその目に、案のごとく後気の色が現れました。解剖室の中には、 白い手術服を着た私と助手と小遣い、その他に司法官と警官が一人ずつ、容疑者を加えて都合六人おりますが、決して口をきかぬことにしてありますから、あたりは浸透としていて、音のない腸の運動が、聞こえはすまいかと思われるほどの静かさです。人々は一斉に長官を見つめました。 やがて腸は軽く動き出し、およそ十回ぐらい伸縮を繰り返したと思うとき、どうしたわけか、吊るしてあった糸がぽっつり切れて、腸の上端がガラスの容器の縁にひょいと乗りかかりました。ちょうどその方向が容疑者の真正面にあたりましたので、あだかも一匹の白蛇が、 彼に向かって飛びかかるように見えたのです。あっという間もなく彼は蝶の入ったガラス機をめがけて突きかかりました。ガラスの割れる音がして水があたりに飛び散りました。その時私は蝶が床の上に見つからなかったのでどこへ行ったかと思って見ますと。 彼の首筋の後ろの襟の間に、トグロを巻いて乗っていました。男は悲鳴を発し、両手を後ろの方に上げて取り除こうとしましたが、つかみ方が間違ったので、ちょうど腸を持って首を巻こうとするような動作を行いました。うーんと腹の中から絞り出すような声を出したかと思うと、 どたりと倒れて、後頭部で長官を押し砕き、およそ2時間余りは息を吹き返しませんでした。無論のちに彼は犯人であることを自白しましたが、彼が倒れてから間もなく、口から血の泡を吹き出して、それが老婆の蝶の上に流れかかったありさまには、さすがの司法官たちも顔を背けました。 しかし私は真犯人がこのくらい苦しむのは当然のことだと思いました。できるならば私はもっともっと激しいショックを与えて犯人を苦しませてやりたいと思いました。昔の拷問は一種の刑罰法とみなすべきものでして犯人を苦しませるには誠に良い方法ですが、 最も主として肉体的の苦しみを与えるだけですから、物足りませんけれど、犯人でないものまでが時として同じように苦しみますから、それは拷問の最大欠点です。バーンス探偵のサードデグリーは、精神的拷問ですから、すこぶる興味がありますが、これは主として尋問によるのでして、やむを得ず、 いわゆる鎌をかけねばならず、それによって行く文化、無この人をも苦しめる欠点があります。しかるに私の考案した、長官拷問法は、犯人でない者には、何の苦痛も与えません。始めから終わりまで、沈黙のうちにことを行うのですから、人体解剖を見慣れぬ人には、 多少の刺激を与えるかもしれませんが、多くの場合、十中八九まで真犯人らしいと思われるものに対して行われるのですから、精神的拷問法としては、まずまず理想に近いものだと思いました。沈黙というものは、尋問よりもかえって恐ろしいものです。罪を持った者が囚人の沈黙の中で、 しかも自分の殺した死体と一緒に置かれるということは、非常な恐怖を感じずにはおられません。その上その死体が解剖され、長官が切り出されて、生き返らしめられるのですから、大抵の犯人は白状するわけです。実際数例に施して、一度の失敗もなかったのでしたから、私は長官拷問法に、 かなりに興味を持ち、これを行っては、人知れず愉快を覚えておったのであります。ところが、世の中には、上には上のあるものです。ついにこの長官拷問法も、何の役にも立たない人間に接しました。その人間が、つまり私の左の頬のあざを作ったのでして、 それ以後私は、長官拷問法をはじめ、その他の医学的拷問法を一時中止することにいたしました。四。長官拷問法に対して、平気の平左衛門でいた人間というのは、三十前後の男でした。彼は左の頬に先天的にできたらしい大きなあざがありました。 そのあざは黒くて、むしろ漆黒と言って良いほどでありました。最大径は四寸ぐらいあって、その形は蝶々といえば優しいですが、むしろ毒画の羽を広げたと言った方が適当に思われました。ご承知の通り、体に何らかの肉体的異常を持つ者は、男でも女でも、 幼い自分から一種のひがみを持ち、だんだん犯罪性を増してゆくもので、極端になると殺人狂になり終わります。それはつまり人間全体に対して一種の激しい憎悪を感じるからであります。かような不具な男が青春の頃になりますと、性的の刺激を受けて、 女子に対して一種の反抗心を持つに至ります。そうして、一旦女子を恋して、その恋が受け入れられると、今度は女子を熱愛し、その代わりに、激しい、むしろ病的と言って良いくらいの嫉妬心を起こします。それがため、いろいろの邪推を起こして、ついには女を殺します。そうして、 殺した後に邪水だったということがわかると、開婚の念もまた甚だしいのです。左王のオセロをご承知でしょう。黒人オセロは、イヤ号の残言によって、妻デズデモナを殺しますが、後に邪水に過ぎなかったことがわかると、開婚のあまり自殺しました。最も同じ不具舎でも、 殺人狂にまでなった者は、たとえ嫉妬によって人を殺し、邪水であったとわかっても、オセロのように後悔しないのですが、それほど強い犯罪性のない者には、多少の解懇の念は残っているはずです。私の今申し上げている男は、後に発狂してしまって、彼が殺人罪を犯すに至った。 いや厳密に言えば殺人を果たして彼が行ったかどうかさえ分からぬのですがその心的経路を知るによしありませんけれど周囲の事情から察しておそらく嫉妬のために殺人を行い開墾のあまりに発狂したと見るべきでしてしかも眼睛に白状することを拒み通したのであります。 その男が何という名でどこに生まれたものであるかということは今もってわかりません。殺された女はある人の目かけで女中と二人浅草田町にこじんまりした家に住んでおりました。女中がその家に雇われたのは半年ほど前で目かけになった女も女中の来る一週間前から そそこに家を持ったのだそうで女中は女がその以前どこに住まって何をしていたか少しも知りませんそうでした強行のあった日の夕方男が初めて女の家を訪ねたそうです女中はその男を見た時左の頬にあるあざのために恐ろしい感じがしたそうです すると、女は男を出迎えて、さもさも驚いたような顔をして、まあ、しげさん、あんた生きていたのと申したそうです。しげさんであったか、つねさんであったか、女中ははっきり覚えていないと申したそうです。それに対して、男は何か言ったそうですが、 よく聞き取れなかったということとですとりあえず女は男を奥の座敷に障子入れしきりに密談していたがやがて女は女中をお湯に行かせ付近の料理屋で二人前の料理を取ってくるよう命じたそうです。それから女中が帰ってくるまでにおよそ1時間かかったそうです。 四月末のこととて、もうその頃はすっかり夜になっていましたが、家の中が静まり返っていたので、不審に思って奥の座敷の襖を開けてみると、女は首に手ぬぐいを巻かれて、仰向きに死んでいたそうです。女中は夢中になって交番に駆けつけ、男の左の頬にあざのあることと、 着ていた着物の縞柄等とを話したので、直ちに非常線が張られ、その夜の十時ごろ、男は上野駅で逮捕されたのだそうです。彼は直ちに警察に降印され、とりあえず女中を呼んでみせると、この人に間違いないと証言したそうです。ところが彼は、何を尋ねても知らぬと言い張り、 そんな女の家を訪ねたこともなければ、この女中も見たことがないと申したそうです。強行に使用された手拭いは、被害者のものであるし、現場には指紋が残っていないし、その他に一つ直接証拠となるものがなかったので、警察でも非常にもて余したそうです。生命を訪ねてもデタラメを言うだけで、 小国や年齢を尋ねても、口をつぐんで言わなかったそうです。とりあえず彼の指紋を取って、もしや前科者ではないかと、警視庁で調べても、指紋大帳に同じ指紋を発見することができなかったそうです。それから衣服の陣愛や耳垢まで、顕微鏡的に検査されたのですけれど、 やはり無駄に終わったそうです。で、要するに、唯一の証拠は、女中の検証だけだったのです。しかし、検証というものは、直接証拠となりえません。女中が着物のしまがらさえ記憶していて、それによって男が逮捕されたのですから、女中の検証は間違いないはずですけれど、偶然同じ着物を着て、 同じあざを持った者がこの世の中にもう一人ないとは限りません。また、仮にその男が女の家へ訪ねてきたとしても、必ずしも犯人だとは言われません。警察では、女の旦那を調べたそうですが、疑いを入れるべき余地はなかったそうですから、まずまずその男が犯人たることは誰にも考えられます。 ことに身に覚えのないものならば、たとえどんな事情があるにしろ、女を尋ねたことまで否定しないだろうと思われます。いずれにしても、男が有力な容疑者であることは争われませんでした。それにもかかわらず、直接証拠がないために、彼を罪に陥れることができません。 すなわち男が自白しない限りは彼を罰することができないのです。で、検事は私に被害者の解剖を依頼すると同時に、例の方法をやってくれぬかと申しました。私は以上の事情を聞いて、あざのあるその男が嫉妬のために女を殺したのであろうと推定し、長官拷問法を試みることにいたしました。 あくる朝、教室へ運ばれ、解剖台上に裸にして仰向けに乗せられたのは、漆黒のふさふさとした髪を持った色の白いおもながの鼻筋のよく通った二十四五歳の女でした。彼女は妊娠八ヶ月ぐらいの腹をしていました。頸部には深くくびれた高根が見られ、 紫色をした舌が右の口角に少しくはみ出しておりました。死後およそ十六時間を経ていました。その時ちょうど午前九時でしたから、教皇は前番の七時頃行われたことになり、女中の言葉とよく一致しておりました。私は一応検診を終わって、死体を白布にて覆い、 長官を運動させる準備をしてのち、容疑者の入ってくるのを待ち構えました。ほどなく、問題の男は、検事と警官とに挟まれて、解剖室へ入ってきました。私は男の顔を見て、これは容易ならぬ敵だと思いました。毒画のようなあざが、彼の顔をして、 一層凶悪の表情をおばしめておりました。その時私は、なんとなく、長官拷問法が功を奏しないような予感がすると同時に、この男のあのあざを利用したならば、長官拷問法よりも、もっと激しい恐怖を与えることができると思いましたので、長官拷問法が成功しない時の予備として、 助手に耳打ちして、その頃教室で、眼種発生の研究に使用していたコールタールの小瓶と、それを塗る短い筆とを取ってきておくように告げました。いつもの通り、容疑者を加えて、私たち六人は、無言の行を始めました。男ははじめ、検事に何か言われるであろうと予期していたらしく、 検事のむっつりとした顔を不審そうに見つめました。しかし検事は何も言わなかったので、彼は解剖台を眺めて、解剖台から一軒半ほど隔たったところに立ちました。警官は警戒のために入り口のドアのところに立ち、検事は男の左側に立ちました。私は男と相向き合いの位置に、 解剖台の右側に立って、死体を覆った白布をさっと取り除き、女の顔を男の方に向けました。男はその時、一つ二つまばたきをいたしました。しかし、少しもその顔色を変えませんでした。私は、今にだんだん恐怖を増していくであろうところの彼の心を想像しながら、 まず、胸壁にメスを当て、皮膚、脂肪層、筋肉層を開き、肋骨を特殊のハサミで切り破り、胸壁に穴を開けて、心臓をさらけ出し、ついでそれを切り開いて、心臓を取り出しました。取り出した心臓は、これを左の手のひらに受け、指揮に従って、スースーッと二度メスを入れました。 その時、男の左の頬の筋肉がピリッと動きましたので、漆黒の毒画はあだかも羽ばたきするように見えました。しかし男の顔色には何の変化もありませんでした。それから肺臓の解剖に移りましたが、肺臓には明らかに窒息の兆候が現れておりました。 通常法医学的解剖の際には、執刀者が所見を口述して、助手がこれを筆記するのですが、この長官拷問法の行われる際には、私は無言で特殊の変化のある部分を指さし、助手が私の示すところを見て記載することにしておりましたので、メスを台上に置く金属性の響きと、 助手が首にかけた筆記板の上を走らせる鉛筆の音ばかりが静かな空気を占領しました。解剖室の窓のすりガラスには日が当たって、室内はマグネシウムの光で照らされた夜の墓場のように明るく、血のついた皮膚が気味の悪いような白さに輝きました。一匹の まださなぎから出たばかりであるらしいハエが、スリガラスにぶつかっては、弱い葉音を立てておりました。そのとき私は、女の黒髪をかき分けて、耳から耳に頭上を横断してメッスを入れました。それから皮膚を剥がして骨を表し、のこぎりを持ってゴシゴシ頭蓋骨を引き始めました。 男はそれを見て半歩ほど後ろにのき垂れた両手の先を二度握ったり伸ばしたりしましたしかしやっぱり顔色を変えませんでしたついで私は脳を取り出して特別の台に乗せメスを入れましたがもはや彼の体には何の変化も認められませんでしたいよいよ私は 腹部を解剖することにしました。円形のドームを見るような女の腹にメスを入れたとき、男の頸部前面に出ている、いわゆる喉仏が一度上下いたしました。これを見た私は、幾分か彼の心を動かし得たことを思って、憂悦を感じました。もし私の推定するごとく、 嫉妬のために行われた殺人であるとすれば、女の妊娠中の腹が解剖されることは、かなりに男の心を戦慄せしめるであろうと思いました。腹壁を開くと、言うまでもなく、大きな子宮癖が現れました。私はしかしながら、子宮癖には手をつけず、 まず小腸を例のごとく一尺五寸ほど切り出しその両端を糸で縛り解剖台の左側に置かれた長官固定装置のところへ運んでそれを吊り下げました文前島の火が見ようによってはその長官を煮るためではないかと思わせます男は少しくその目を輝かせて長官を見つめましたが その時彼は右手を上げてその額をひと撫でいたしました。やがて長官がその特有な禅道を始めると男の衣服が肩先から裾まで少しばかりではあるが確かに一種の波動を起こしました。私はじっと彼を見つめました。 彼の額に初めて小粒の汗が滲み出しました。しかし彼は何事も言いませんでした。私は今にもその唇から悲鳴が漏れいずるかと思いましたが彼は何とも言いませんでした。彼の頬は幾分か赤みをはらんで出たがる言葉を無理に押さえつけているかのようでしたが やはり唇を動かしませんでした。私の予感は当たりました。予期したこととは言いながら私は失望しました。それと同時に私はいよいよ私が彼のあざを見て計画した最後の手段を講ずべきだと思いました。そこで私は 男に気づかれぬようにコールタールの小瓶と短い筆とを焼酎に握り今までと反対の側に立ちました。すなわち男と解剖台との中間に立ちいわば男に背を向けて私のすることが男に見えないようにして残った部分の解剖を行うことにいたしました。 男はさすがに長官の運動に心を引かれて、私が位置を変えたことにさえ気がつかぬ様子でした。私はタールの瓶と筆とを死体の右側に隠し、メスを取って子宮壁を開きました。胎児は正常の位置、すなわち頭部を足の方に向けて、顔の左側を上にして横たわっておりました。 私はへそのを切って胎児を取り出し、男に見えぬよう手前の方に近く寄せました。胎児は男性でした。私は手早く胎児の左の頭をガーゼで拭い、ひそかにコールタールを筆の先につけ、そこに男のあざと同じ位置に、毒画に似せた形を描きました。 幸いに男はそれに気づかなかった様子です。私は漆黒のあざを左の頬に持った胎児の脇の下を両手に捧げ、くるりと一回転して、そのあざが男の真正面になるように差し出しました。胎児と男の距離はおよそ三尺でした。 男はこの突然な私の動作にさすがに面食らって、初めは私の差し出したものが何であるかを判断しかねているようですが、しばらくすると彼の目は胎児のあざに集中されました。無論男には自然にできたあざと見えたでしょう。その目に初めて激しい恐怖の色が現れました。 呼吸が急に大きくなり、同時に上体を後ろに曲げて危うくよろけようといたしましたが、その時世にも恐ろしいうなり声を発して、パッと私をめがけて飛びかかってきました。私はその時、彼が胎児を奪うつもりかと思って伸ばした腕をつと引きましたが、その途端、 石のような男の拳が空間をうなって、私の左の頬に当たったかと思うと、私は人事不正に陥って、胎児を捧げたまま、解剖室に倒れてしまいました。その時にできたのが、このあざです。男はそのまま発狂して、今は精神病院におります。しかし彼は、 ついに女殺しの犯人であることを自白しませんでした。コールタールでできたあざは、無論退治と共に消滅しましたが、私のあざはその後消えませんし、無論男のあざも消えるはずはありません。で、私はこの残された二つのあざが消えるまで、私の考案した法医学的拷問法を、 中止することにいたしました。